どうも皆さんこんにちは、しーちゃんねるです。というのはここでやった方がいいのか、赤身がって俺を閉じ込めてね。そうだ、しーちゃんねる、閉じ込められたと言ったら何が始まるか分かっているだろう。そうだ、放送中だ。そうしーちゃんねる、俺様から逃げて逃げて逃げまく最終的な高校のダイヤモンドを壊してもらう。これ壊せば勝ちだよ。今回はちょっとゆるくダイヤモンド一緒にやった。やった。なんでか教えてよ、ほしいチャンネル。ああ、俺さなんと装備を持ってるから。俺はたまたま忍術、あ、いやいや、言わんとこ。じゃあやろう、神風。高校の壁をぶち壊した瞬間に始まりだ。壊した瞬間にスタート。じゃあ、行くぞ。行くよ、よーい、スタート。チーン、いた、おりゃー。やめろー。ほっ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 、神風、お前は不幸だな、神風。ちょっとどうしよっかな。俺が忍術の練習中にほっほっほっ、俺がここでやらないといけない術がある。壊せない。ちょっと一回やらないといけないことがあるんだ俺は、ここで。ハハハ、神風生きてる。忍法、よし。いや、なんでもない、なんでもない。逃げろー。俺様が逃げられると思うなよ。神風、神風、俺はな、忍術の練習中だったんだよ、神風俺。あ、やばい、来てる来てる来てる。よしよし、これなんで買いたい。じゃあな、もう逃げよーと。バイバーイということで、改めまして皆さんこんにちは、忍者のしーチャンネルです。こんにちは。今回ですね、僕忍術の練習中に捕まりましたので、ですね、すごく忍者の道具がねあるんですね、いっぱい。ほら見て、クナイとか、これ千本、なんかいろんなやつがあるんですよ。ちなみにこのクナイめっちゃ強いです。これキュン、遠距離攻撃で、しかも回収できる弓だね、めっちゃ強い弓。しかも今回やばいのが、さっき忍法初めて使ったんですけど、いきますよ、ほいほい。あ、間違えた。ここにマーキング設定したところにワープできるんですよ、シュンって。これやばくないですか。これを使ってちょっと神風を懲らしめていかないと。あの鉄装備だから。ちょっとまずは作業台とか、あれでいいかな、鉄のつらしだけでいいのね、今回は。神風ってか全然追ってこねえな、お前。弱っちー、今日弱っちーな、お前。俺さ、ここまで来てやったぜ。でも追いつかねえぞ、俺に。なんでその遠いとこいんだよ。さあ来い、おい、来た。あ、待って、あそこに魂もあるぞ。ワープするぞ、行きます。ニーポー、ドロン、チュン。あ、神風、お前、何やってんだ。なんでしーちゃんでる。俺はもういないぞ。いや、しーちゃんでる、神風しーちゃんでる。後ろだー、俺はー。イエーイ、よーし、よいしょ。はい、神風くんの、トムゲット。取れない、これ。取れないようになってる。くそー、あいつやるな、対策してる。俺の今神風が持ってた鉄つるはしでもう終わろうとしたのに回収できないじゃねえか、あれ。マジかよ。いや、じゃあちょっと洞窟行くしかないね、これ。ほっ、洞窟まで。じゃあ行きまーす。ふん、で覚えておかないとね、ここにドローンできるでしょ、こいつでも。ふん、よし、マーキング成功。いや、順調だな、なかなか。これ作ってと。あ、やばい。あー、これ、木が、あ、木あった、よかった、よかった。で、俺、今回、なんか全然、忍者だから余裕だと思ってるんだけど、これね、逃げ足として、逃げる道として、水の上とかもあるんで、僕、水の上歩けるんですよ。忍者なので。歩けるというか、走れるんで。で、普通に、ってか、戦いになっても負ける自信ない、負ける自信っていうか、なんか、勝てると思う。あー、神風、お前いるなぁ。戦うのか、お前。ほっ、ああ、当たり前だ、しーちゃんねる。なんだって、俺さ、おお、ダメ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 。俺さ、今回、映像ライトの
ネザライトの斧だと。よいしょ、ここに爆弾セットしてこ。よいしょっと。来るのかお前。俺いない。強くない。やばい、あいつ嘘ついてるぞ。じゃあ、ちょ、ここに、札貼っとこう。どこ行った髪型お前。俺をおびき寄せる作戦なら。え、おびき寄せてるあいつ。あははやばいやばいやばい。ほらほらバレバレの罠。バレバレの罠こっちだね。どっちがあんたかわかんねえな、髪型。強くなって出直していくんだな、髪型。あ、追い詰めたんじゃねこれ。あ、いる、ここに。あー、危ない、やばい、やめて。なんだよ。カメラさん、カメラさんいっぱい爆発してるよ、さっきから。俺様ここにいるでしょ。あー待って、やばい、俺が取った今実ボーン。さっきからおかしい走り出てる。なになになに、今術食べてるんだよ。なにおかしいって。ここカメラさん、うまいな。あ、いた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 。ああ、ああ、やばい。油断したらこれだ。ポッポン、やばいやばい。もう逃げる。素晴らしい、行こうよ俺。忍者だからね。逃げろ逃げるな、逃げる。まあどっちもいいかな。バン。あ、惜しい。じゃあちょっと逃げまーす。バイバーイ。待てー、死んじゃってる。よし、神風くんも巻いたということで、鉄を詰めていきましょう。あ、しかも地上近いね。あそこにワープできるから俺。よいしょ、神風追ってこないしね。神風くんいねー。ほら、いない。全然いない。まあ、もしかしたら言ってるかもしれないけど、すぐにワープの術すればいい。名前わかんないんだよな。まあ、あーもう待って、忘れた、あれ。木炭とかないから、ちょっと、まず、地上行かないといけないんだけど、とりあえず、ちょっと鉄いっぱい集めて、余計にね。え、ダイヤモンドも掘りたいか、これ。ダイヤモンドも掘りたいな、ちょっと。よし。いや、楽しいね、これ。忍者で、忍者で採掘です。はい、これ。あ、しかもさ、これ。ほほ。ボン。あー、これ壊れないんだ。そうなんだ。ほな、ちょっと、ワープするか。あー、できない。あ、ここならできるかな。ワープ！チュイン！よし。あ、ほら、あそこみんな、見て。あそこに、神風くんの拠点あるでしょ。じゃあ、ちょっとこれ掘って、先ほど置いてきちゃったから、神風の戦闘で。よいしょ、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。丸石作って。普段の逃走中でこんなしないからな。ここ映さないから、あんまり。いや、もうこのサバイバルしてる時も楽しいから。これ嬉しいですね。神風何やってんの今。全然来ないぞお前。C チャンネルなんだとほら。C チャンネル俺は。拠点守ってんだよ、待ってよ。あ、拠点守ってる。すぐに。あ、だからすぐできたりしちゃったら怖いからな。あははは。まあすぐに攻めてくるかもね。でも位置分かってるでしょ、神風は。位置というか、方向しか分かんないから。もちろん、C チャンネルがいる場所なんて。俺は逃げるけどね。いや、俺は逃げるよ、すぐ。そんな嘘言われても。俺騙されないぞ。そんなこと言うと本当に向かっちまうぞ、俺様。あ、いいよーだ。オッケー、もう鉄も作れたね。早いね、やっぱ鉄は。もうこれ最速で終わらせたかったんだけど、ちょっと、普通に神風も強くなってるし、なんか、これなんか罠作って、神風くんを、殺さない罠がいいな、やっぱ。いや、むずいな、そんなもの。ちょっとこの、紙の爆弾について研究するか、これ。これって、置いたら、置いて踏んだら、ダメしないんだけど。あー、なるほどね。地面、あー、もう、こういう風な爆発ね。オッケー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 。あ、じゃあもう、ここに作っちゃおうかな。罠。じゃあ、まず第一目標の、鉄、ゲット。
で、ちょうど作れるやつがレギンスだけなので、レギンスをつけてと。じゃあ結構時間かかるけど、神風来る様子ないから、もう早速、俺の作戦やろう、これ。ここをまずめっちゃ掘ります。ああ、いいね、この洞窟。じゃあもう結構掘っていこう。皆さんあれから全然来ないんですが、ちょっと天然の罠があったんで、罠というか罠じゃないですけど、あったんで。さあ、ここにですね、爆弾を下に、たくさん設置していきましょう。これは落とし穴なんで、一応。いや、これ、爆発、やべ、爆発したら怖いな、これ。これ一個爆発したら、連鎖的に爆発するので、ちょっと危険ですね。ここを埋めていきましょう、両脇。あ、危ない危ない危ない。こっちが一番えぐいな。ここら辺。で、この周りに、もう一回爆発を置く。爆発の札を踏んで、で、これで爆発した先にもう一度爆発のお札で、追い打ちするという作戦ですね。これは爆発します、一回。さあ、かなり広範囲に仕掛けたので。で、まあいいでしょう。あ、ちょっと聞こえる。来た。あ、しーちゃんぶりー。なんだ、裏に隠れてることは知っている。お前、やばい、来られてしまった。うわ、しかもあのチェスト、めっちゃ大事なものが入ってるけど爆破できないな、これ。戦ったら爆破できないな。しーちゃんぶりー、なんだ。お前は俺様のことをフル無視してずーっと探検した。探検しているからだ。俺様がわざわざ警戒に降りてきた。俺様に爆発するナイフを投げてきても死にはしないぜ。やばい、あの、取られたらやばいけど、今回引くしかないのか。なんだと、しーちゃんってこのチームはそんなに大切なもんなのか。おー、血が入ってるぜ、こん中にはよ。やばい。あそこ、しかもこんなところにはなんか謎のアイテムがある。あー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 、死んだ。あはは、なんか、神風が俺のアイテムで自滅したわ。おっしゃ、行くぞー、今のうちー。ほっ、ほっ、ほっ、ほっ。おいおい、いる。あ、あ、あれ、ソリ見たか。アイテム、アイテム取りに行ってますね。待って、これ、アイテム取りに行ってる間にもう一回攻撃できるかも。まずワープしてと。ふっ。どこだ？あ、いた、神風くん。じゃあ、水の術使おうかな。待てー、水の術むずい、むずいな、これ使うの。チャクラ、チャクラ、ねっつって。よし、俺は行くぞー、壊しにな。あ、神風いるわ、すごい。そんなとこ行ってるか。壊せるものだな。くそ、やばい、これ。あれを見てみよう。ダイヤモンドが必要だな、これ。俺様が作ったこの黒曜石ウォーリアーによって上からの宝も壊せないように石を払っている。これ大丈夫。え、黒曜石あれいらなくないか、これ。待って、待って、大丈夫かな、これ。もう一回飛ぶ。ほっ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 。大丈夫だ。俺は区内のエイムで戦う。やばい。チクチクするだけだな。しかも倒せない。やばい。ちょっと意外とむずいぞ。バコーン。上に置かなとくことで、これ。やばい、来た。あはははは。やばい、しぶといぞ、神風が。本当に死ぬっていうか、普通に倒そうとしてんだけどな、俺。俺はここで、イモるぞ。あ、自分で壊してる、自分で壊してる。いいのが、そのとして。ゴー。もう一回。もう一回。効かねえ。神
波風強いよ普通に。俺は逃げるぞ。嘘ドローン。よし待てー今のうちー。ダイヤどこ、ダイヤどこ、あったゴッシャー、はい勝ち。終わった終わった。いやまだまだじゃない、まだじゃない。これあるのここに。やだー、騙してはないかも。まあでもまあまあ騙したかも。これめっちゃ楽しいから神様教えてあげる。忍者面白かった、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。さよならバイバーイ。